エベス工業団地協同組合企業紹介レポート。今回は押切食品株式会社さんをご紹介します。皆さん、もやしがどうやって作られ食卓へ届けられるかご存知ですか？東別町太見にありますもやし工場をこれからご案内いたします。もやしの作り方をご案内していただけるということで、はい、よろしくお願いします、はい、これからご案内しますので、よろしくお願いします。ここはどういう施設になるんですか？ここは栽培室になります。もやしの室ですね、はい、黒豆と大豆と小粒の緑豆の原料と、それと有機と大粒というこれだけの原料を今作ってます。大豆もやしは通常の大豆から作りますから、あの大豆のもやしですよね。それと黒豆っていうのはブラックもやしって言いまして、あの豆が黒いんですけども、それからできるもやしですね。それとあと通常の緑豆もやしということで、あの緑豆もやしでも2種類ありまして、あの1つはあの原料の大きい粒の大きい目のもやしということと、それと通常のレギュラーのもやしということで、あの2種類の原料になります。これ50キロの原料になります。だから熱メキアンがですね、このコンテナをセットして、上からこう豆を取るように入れてくる。バージョンの場合は1週間かかりますから、だから、まあ、8日目で変わりますけども、これが30日に仕込みしてるんですよ。でこれが8日の上がり、このそうです、そうです。それをこの中に入れてるんですよ。見てみますか。7キロの原料がこういうふうにぐーっと来て、下からっていうか、もう中もこれ、あら、ずっと層になってるってこと。うん、層っていうか、もやしですから一本一本が全部見える、うん、これは入れて7日間この状態で置いとく。そうです、そうです。で上からは散水ということで水かかりますから、6時間おきに。あ、6時間おきに水をかける。温度は何度ぐらいになってるの？で20度ぐらいですね。麺出されてるために一回お湯につけるんですよ。だから大体倍ぐらいになるんですよ。あの煮豆作るだけですよね。あ、そうです、そうです。お湯を抜いちゃって、その後からここで水がガーッとあってかかるような感じなんですよ。そして栽培が始まる。そうです、そうです。これが1日目。はい、これが9月の2日に仕込みして、これが3日目の、これがちょうど3日目なんですね。完璧に出てます。これがもうどんどんこう増えてきて、うん、そうです。これがどんどん増えてきて、もう最後にはこのぐらいの盛り上がるようになるんですね。あのうちではね、この2室を1日目っていうふうに考え方でいるんですよ。だからこれ1コンテナで24入りますから、両方で48コンテナが1日分っていう考え方なんですよね。だいたい1コンテナ500、そうです。そうです。
今作ってるのがあのブラックもやし、それと緑豆もやしと、それと大豆もやしということで、あの大きく分けてはこの3種類作っております。中国から入ってきているもんですから、腐れやすいということで、よくあの原料をきれいに洗うだとか、それだとか、コンテナ、栽培コンテナをきれいに洗うだとかということで、清潔にするということで一番気を使ってるところですね。不景気になるともやしは売れるということで、この間からそういうような形でテレビ局だとか来て、今盛んに売れてる最中です。それを水切った後にですね、もやしが芽が出る時なんですけども、プチプチっていうような夜なんですけども、そういうような音がしますね。静かなところで聞いてると、そのもやしの発芽する音っていうのが聞こえてくるような状況になりますけど、